はい、ブラックスクワットスチーム版で、コレクションで爆破モードだね。まあ、デモリーションっていうのかな。プレイしていきます。スチーム版で爆破モードやるのは初めてかも。ということで、武器は SIZ55、まあ、シグ使ってきます。で、爆弾、C4 取られてしまう。日本版だとね、結構 C4 取らない人が多いんだけど、スチーム版はどうなのかな。結構みんなオラオラと C4 取っていくタイプの人が多いのかもしれない。サーバーはね、EU 違う、NA かな。NA サーバーでプレイしてます。多分ね。で、敵がいないぞ。大体この辺にはいるんだけどね、いつも。敵が見えない。ということで、B 設置してきちゃうか。あー、A の方に固まってるっぽいかな。この感じは。全然音聞こえない。音も聞こえない。敵がいない。で、C4。C4 持ちが B にたどり着いたんで、そのまま設置。設置してからの勝負だね。え、これ5対5だよね。敵が一人もいないんだけど。で、おそらくこちら側から敵がやってくるね。痛い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 。そっちから来る。左の方から来たよ。いやー、ちょっとな、削られちゃったな。こっ来るでしょ？来たところ。当てたけどやられてしまう。さて、あれれれ。ちょ、みんなやられてんじゃん。あ、全滅してる。設置したのに、外側からやられちゃったよね。あー。ということでね、一戦、ラウンド1。爆弾解除されてしまった。まあ、コレクションはね、日本版でも何回かやってるから、だいたいマップの構造はわかるけど、まあね、そんなやらないモードなんでね。慣れてないところはあるかもしんないけど、まあ、で C4 取られた。で、みんなどこだ？A 寄りに進んでるんで、私は中央をちょっと見ておきますか。中央を見て A にシフト。っていう感じでいこうかな。ただ音が、いた。当てたけど。よし、横入ろう。ちょっと単独行動しちゃうけど。あ、待て、音聞こえるな。どこ？いた！よし、一人やった。まず完全に単独行動してるけど、大丈夫か、これ。裏入って。上にいる。三人やる。残り一人。まあ、ここ出たとこかな？ここ出たとこ。おっと、C4 持ちが？なぜか A の設置場所を通り抜けて、こっちに来た。ここを爆破したいのかな？ちょ、設置してほしいっすね。設置しない。ちょっと待って。どこ行ってんだ。何、まあ、相手一人しかいないから倒す方が早いみたいな、そんな感じ？ちょっと設置をお願いしたいが、C4 持ちが、やられてしまう。これはひどい。どうしようかな。もう上上がった方がいいかな。上ちょっと上がるか。上上がって、敵がここから出てくるでしょ？まあ、ここだよね。で、左向いたとこいる。はい、やって、勝つ。まあ、ということで、ラウンド2はこっちが取る。あ、結構前に配置されたな。C4 ダッシュで取りに行った。俺の爆弾！はい、C4、取れてねえし。俺じゃないし。そう。やっぱね、設置したいんだよね。まあ、ということで A。今回は A 方面を見に行く。で、奥？いや、ちょっと見るかな？いない。いない。いないっすね。じゃあ、足音を立てずに、A の、右側をさっと見て、敵がいないことを確認し、中へ進んでいく。ここいるんだよね。よし、ない。お！あ、そこ？マジ？うわ、そこちょっとクリアリングが、雑だったかな？さあ、3対3。おー、勝った。あと2人。あ、これ、この武器あれだね。タイプ95クロムだね。おっと？おー、ヘッド抜いた。いいじゃないですか。いや、なんか、スチーム版のブラックスクワットって、
武器買うのがちょっと難易度高いんだよね。あの、無料の範囲内でやるとね。まだ武器1個しか、シグしか買ってないんだけど、なんか強い武器ってあんのかな？ EF とかもう一回使ってみたいんだけどね。ちょっと高いからね。買う勇気が出ないっすね。まあ、多少ね、課金してガチャ引くっていうのもありなんだけど、お !1 対1。1対1になってしまう。なんか AK とかが全然ないんだよね。この、今の時点だと。解除してるよ。おー、ナイス。いいね。まだなんだろう。なんか日本版になって AK12 とかもないし、HK416 もないし。まあそんなにしっくりくる武器がないんだよね。シグもな、どうなんだろうな。まあ使いづらくはないけど、なんか日本版の HK416 に比べたらちょっと劣るっていう感じですね。さあ、中央見る。中央見て。ん？撃たれたぞ。スモーク焚いて、横から。このなんかね、スモークの投げる強度ちょっと違うんだけど。なんか思ったより飛ばないね。あれ？お、完全に後ろでしょ。なかなか頭打っても死なない。さっきこの階段にいたんだよ、階段に。階段無視して、中に入っていく。さてどうだ？設置いけると思ったけど、味方が、設置をし、せずに、真ん中行っちゃったよ。マジ？ちょっと A 行ってほしいんだけどなぁ。残り二人。さぁ、C4 持ちが、役割を分かっていない様子だ。まあいいか。ここ出てくると思うんだよな。この辺ね、安定の、お、後ろ一人やってくれた。もう一人。味方戻ってきて、B の方を私はここで見てようかな。設置した。さあ、どこから来る。まあここが結構やっぱ強いよね。後ろの足音かな。いた。はい、届いて、ラウンド取得。あと、スチーム版のブラックスクワットの武器は、総じて覗かないで撃つと、なんか集団しないっていう感じがするんだよね。あんまね、エイムしないで、エイムっつうか、覗かないで撃つことが多いんだから。多いんだからってなんだ。多いからなぁ。で、一人やられた。あそこか。そこですか。で、裏から入ってくる。ここ来るでしょうよ。ここ来るから見ておこう。味方そっち行ったか。あ、やべ！ちょっと左下見てた。くぅ。お、EF 使ってるね。あ、爆弾でやられたよ。そういえばグレネードついてんだもんね。忘れてたけど。ちょっとこの人どうした？ナイフ持って隠れて。あーうんふんふんふん困った。どうしようかな。まあ、真ん中から行くかな。そしたら真ん中行って、あ、いた。早速いた。あれはやれる、あれはやれる。まだ出てくる。あ、ちょっと待ってよ。カバー入れなかったな。横にいるね。いた。よし、倒した。C4、味方が取ったんで、援護しに行きますか。大丈夫か？この階段上。よく出てくる階段上。来た！まあ、ここにいりゃね、頭出てきたところを。さあ、出てくるぞ。いた！よーし、一人やった。まだいる。スナイパー。
お、なんだなんだ、めっちゃ固まったんだけど。そう、やっぱあれか、NA サーバーでやってる以上、多少はこうなることを覚悟しなきゃいけない。で、2対1。確かスナイパーだよね、残り1人。おー、ナイス、いいね。いい感じにラウンド取ってる。さて、このラウンドが終わったら、攻守交代かな？つか、これ何ラウンド取ったら勝つかわかんないね。さあ、開幕グレネード投げて。まあ、結構飛んだな。敵は出てこないか？ A の方。A の方に多い。あ、赤点が見えてる。見えてますぜ、君。で、そのまま C4 回収して、で、味方のいる方に、おっと危ね！撃たれた。ダッシュだ。ダッシュして味方の方へ合流する。ん？どこだ？ちょっとマップを見ておきたい。いや、いた！ 2 対3なんだよな。ちょっときついな。おっと、後ろ。来た、来た、来た、来た。おいー。さあ、あと一人。これ一気に有利になったぞ。2対1。ここいないかな？味方が。ちょっと B 設置しちゃおうか。これはもう設置だな。ここに設置。さあ、どこから敵が出てくるか。俺は、左を見るかな。さあ、出てこい。コレクション。コレクション、上かな？上、あ、待てよ。どこだ、あれ。あ、上か。これどうしようかな。無理しなくていいな。もう待ってっか。しかも相手スナイパー当てられてないってことは。まあ、こうなるんだよ。すげえ、なんか4発ぐらいライフル撃ってたよね。はい、で、攻守交代して、守りと。どっち守るかな？まあ、真ん中かな？だいたい真ん中行って様子見てシフトしていくっていう感じなんだよね、私の場合は。スモーク焚いて、左から進んでいく。おっと？なんかこれ、A っぽいな。A だな、A 子。あれ？と思ったけど。いや、戦ってるな。これは A ですね。あ、やられた。やられたな。ここで待ってた方がいいかな。よし、一人やった。リロード挟んで。さあ、出てこい。2対2か。いや、B 子。B 子、B 子。いや、待てよ。爆発したぞ、今。いた！よし。もう一人。よーし、あった。危ねえ。危ないね。もうちょっとな、この銃で頭狙える練習したいね。ちょっと首に当たってんだよね。さあ、サプをつけて、サプレッサーをつけて、スモークをぶん投げて、もう進んでってでも、いや、やめよう。様子を見に行って、あ、これは A だな。これは A だな。A 行こう。あ、やられてる。やべえな、これ。あいつもちょっと、1対2とか3とかになってんじゃないの？あ、いた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 。よし、一人やった。リロードして。まあ、またここかな？
横から見て。ここがね、見やすいんだよね。ちょっとこう、おお、びっくりした。あ、いた。あー、二人いる。2対2。どうだ、これいけるか。場所が結構離れてんだよな。左だよ、左。いたいたいた。おー、ナイス。うまい。頭抜いた。もう一人。スチーム版ブラックスクワットはあれだね。お、背中打って。最初からハンドガンとかがついてるから、ちょっと良心的ですね。で、C4 解除。まあ、結構いい感じでラウンド取ってはいるね。まあ、なんかあんま一方的な感じにはなってないんだけど。結構いい試合ができて。面白いっすね。さて、ここから飛び出して撃ってみようかな。こう飛び出してあの箱裏まで行くっていうね。撃ってる撃ってる。あ、左、赤電位置。場所は大体分かった。ちょっとカバーすか？いて。一人やられた。油断してるところを。おつか、三人ぐらいいる。いや、同打ちになってるな。まずいな。完全に同打ちしてたな。まあいいか。で、引っ込んだから、俺も引っ込む。マジ？そっち？いや、もう入ってきてるな。そこだな。ここかな？ちょっと待って、それ俺だよ。残り一人。ここでね、安定のここで、待機しておこう。いや、どっちだ？2対1だから合流した方がいいかもしんないけど。設置されると面倒だからな。いない。さあ、残り40秒。あ、マジか。スナイパーライフルで。そっちか。もう音立てれねえな。来た来た来た、音聞こえる。入ってくるよ。はい、ハンドガン。お、ということでね、2対8で今回勝ちましたけどもね。まあ、味方強かったんでやりやすかったかな。敵もまだなんかバックハマップ慣れてないっぽいね。クリアリングとかもね、まだちゃんとできてなかったりもするんでね。まあ、これからみんな上手くなってどうなるかっていう感じですね。まあ、シグはまあまあ使いやすい。ただ他の武器が欲しい。ということで今日はね、以上です。